国際水域、または越境水とは、太陽、大規模な海洋生態系、閉鎖海あるいは半閉鎖海、三角港、河川、故障、地下水系、湿原で、国境を超越している水系やその周辺地域を指す、用語。太陽や海洋などで、国家の管轄権が及ばない水域については、公開や自由海という表現が当てられる。一般に、 航海を航行する船舶は帰国の管轄下にある。また海賊や奴隷貿易についてはいずれの国もその管轄権を行使することができる。水色の排他的経済水域以外の青い部分が公海界における国際的な水域の分類化用法に関する国際連合条約の第86条では 公海について、いずれの国の排他的経済水域、領海もしくは内水または、いずれの軍島国の軍島水域にも含まれない、海洋のすべての部分としている。公海では、国家の主権が及ばないとされている。なお、外国語で公海を、高い海と表現するが、これは、海岸から日出を見ると、海がせり上がっていくように錯覚することにちなんでいる。 国連海洋法条約では第87条で公開の自由について次の通り定めている。排他的経済水域は規制から200海里を超えてはならないとされ、また、軍島水域や領海も3海里から12海里となっており、海の自由は制限されているが、一方で沿岸国の権利は強化されている。国際条約においては、半平界における 高校の自由を設定しているものがある。この他にも、国際条約において河川が開放されているものがあるが、河川は、歴史的には、国際水路とされていない。世界的なものこの他、国際水域に対する措置について、以下のような世界規模の条約がある。地域的なもの国際連合環境計画の、地域会計画には少なくとも十の条約がある。西部。 中部アフリカの大西洋沿岸北東太平洋、地中海カリブ海広域南東太平洋、南太平洋東アフリカ沿岸クウェート地域、航海、アデン湾このほか淡水を扱うものとして、欧州経済委員会の国境を超える水路と、国際湖の保護と利用に関するヘルシンキ条約がある。特定水域を対象としたもの淡水海洋。ありがとうございます。